はいどうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回は名作 FPS をやっていこうのコーナーというわけで、今回はインサージェンシーサンドストームを久しぶりにやろうかなと思います。まあこのゲーム、ゲームパスに入ってたんで、まあ久しぶりに起動してみたんだけど、いや人口まだまだいますね。やっぱりね、根強いファンがまだいる。マッチング秒速でしたよ。秒速？秒でマッチングしました。このゲーム、どんなゲームかっていうとね、まあ、かなりリアル寄りの、リアル系 FPS になるのかな？COD のように軽やかに動くことは全くできなくて、ね、こういう風にもっさりとした動き、敵も瞬どけです。自分自身も一発で倒されてしまうという、まあ、かなり緊張感のある FPS なんですけど、メインコンテンツとしては PVP ではなくて、味方のとね、こう、ボイチャで連携をしながら戦う PVE ですね。コンピューターのコープモードの方がメインコンテンツにはなるんですけど、この PVP の方もだいぶね、やっぱファンが多くて、全然マッチングしますね。あ、いる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 。そこいるぞ。で、これはとりあえずエリア制圧のルールかな。F 拠点を目指せばいいという、ドシンプルな、ミッションでございます。どうだ？なんか味方が空爆呼んでくれてんのかな？ちょっと伏せながら。ヘリか。援軍のヘリが来てくれてる。ね、レーダーももちろんありません。ね。UI 一切なし。まあ本当は、こう、ボイチャを使ってね、進んでいくのがいいんだけども、今回ソロでございますし、味方さんも誰も喋ってないかな？ OK。侵入、制圧中。マガジンは、5あるのかな？リアル寄りですから。一発撃ってリロードしてしまうと、その、マガジンに残ってた弾薬を全て捨ててしまうというね、仕様になってるので、COD みたいにはいかないと。このモードに関しては、リスポーンがあるとね。まあ、リスポーンなしのルールもあるんで、まあ、そっちの方がより緊張感はあるかもしれないね。これ、あと何回死んでいいんだろう。ピンも88だからそんなに悪くない。まあ、このゲームね、いいところがね、一発で死ぬから、対戦がね、いくら悪くても、そんなにプレイに支障はないんですよね。これはね、本当いいとこだと思う。マジ。体力低いゲーム。カソローが、全然、問題なしっていうね。このゲームに関しては全然かそってないんですけどね、ほんと。あそこいる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 。ワンダウン？大丈夫かな？オッケー。ムーブムーブムーブ。いいね、この特殊部隊感。特殊部隊感で言うと、いわゆるレディオアノットだっけ？ね、いろんなまあ、特殊部隊系の FPS ありますけど、このゲームはね、確かにリアルなんだけども、ちょっとカジュアルなんだよね。その、イライラしすぎない程度のリアルさっていうのかな。いた、いた、いた、いた。やったか？多分やりました。エレミダウン。ちょうどいいんだよね。ここが多分人気なところじゃないかな。さあ、次は G 拠点。左で銃声してる。大丈夫かな？マガジン確認。まだ半分ぐらい残ってましたね。そう、弾薬を確認するには、R ボタンね、リロードボタン長押しで弾薬をね、確認しないといけません。うわぁ！え、味方じゃないよね。そう、このゲーム、フレンドリーファイアあったはずなんで、味方じゃないかな？やばいやばい、なんかめっちゃ撃たれてるけど、どっから撃たれてるのか全くわからん。うわぁ！蘇生はできないか。うわぁ！あ、勝ったんか。何が起きたんねん、今。ちょっとスナイパーで行ってみるか。攻守交代かな、これで。そうですね。攻守交代しました。スナイパー行ってみよう。ハロー。いや、ほんとね、スライディングもないですし、動きもかなり遅いですよ。で、COD のことをもっさりしてる。ね、もっさりしてるって言う人いるけど、これが本当のもっさり。スナイパーできたけど、ちょっと入り組みすぎてスナイパーの出番じゃないかな。あ、でもいる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 。ワンダウン。いやもうね、これスナイパー楽しいからね。さあ、スナイパーだけどかなり前に上がっております。ね、リアル系 FPS でこれはありえないことでございますけども。いた。ツーダウン？ね、こういう風に。ね、何のヒットマーカーもありません。ね、現実世界でもそうですからね。ヒットマーカー音とか、プラス100とかありえませんから。これが本当のリアル。お、ボイチャ喋ってますね。喋ってる喋ってる。そう。ボイチャがね、無線の音質になるんだよね。音質というか演出？ RPG！ RPG！ 当たってない。C 中取られちゃ。
危ない。そう、回復に関してはね、自動回復なんですよ。これが非常に大きいよね。だいたいこう、リアル系っていうとさ、自分で包帯巻いてうんぬんとか、めんどくさいことしないといけないけど、打ち合い以外基本的に、ね、回復とか考えなくていいから、まあ、そこ非常にいいんだよね。OK、2段。まだ、弾入ってたはずだから、弾薬。弾数は体で覚えるんや。カバーミー左やばいな、そっち弾幕。うぅ、いや、どっから撃たれてんのかわかんないんだよね、さっきから。結構遠いんじゃ、あれか、あれだ、うーわ、あ、なんかすぐ負けた。いる、ワンダウン、一人だけか、入って、いや、二人いる。あれ、これもしかしてあれですか、人数、あれチーム入れ替わった。これあれですね、多分人数が欠けちゃったから片方。なんか僕が穴埋め要員で相手チームに行きましたね、これね。おい、切り飛ばす。登り方がわかりません。これ、どうやって行くんよ。B の上の行き方が、もう一人やった。これ、どうやって上に行くんですか？階段見当たらないです、これ。いた。もう一人やって。ただ、登り方がわかんないんだよな、それ。OK。ナイススモーク。あ、あったあったあった。うおー、よし！ B 入った、B 入った。B 入りました。ウィンドウチェック、グレネードランチャー、すごい。味方が一人でずっと防衛してる。弾なくなってる。気づかれてない。あー、ラウンド2敗北。あ、来た来た来た。よし、ワンダウン。いいよ。やっぱりね、今の時代、いや、というか今の時代、普通にさ、サービスが全然終了せずに、ね、続いてるってすごくないですか？もう、それだけですごい。マッチングに不便なく、普段普通にプレイできて、サービスも続いている。もうそれだけで相当すごいですよ、今の時代ね。こんだけ FPS あるからさ。まあ、そりゃそうだ。味方が、ショットガンで、あ、レーザーサイト。ほんだまだいる。2ダウン ?3 ダウン、おお。やっぱショットガンよな。このモードあれですね。いわゆるサーチ&デストロイだ。多分これ。敵のリス的に多分こっち左側が相当近かったようなんで、こっちから来そうですね。うわー、ここ強そう。いた。やったやったやった、ワンダンワンダン。LBKI。味方が奥でやられてるね。現在、B は大丈夫。A も僕が前まで上がってる。まあ、来るとしたらやっぱここですね、一番。やばいな、これ。です、ね、リスポンがないってなると一気に緊張感増すな。街が正義ではあると思うんですけど、動きたくなる。あ、動きた、動いちゃう、動いちゃう。こん中入ったね。やった！よし！よし。なんとなく、敵がいる位置はね、分かってきたから、ちょっと前上がりましょうか。一緒に行こう。レッツゴー。なんか走り方、ちょっと独特だね、君。グレネード？あ、味方死んだ。え、そこいるんだけど。OK、二人やった、二人やった。これね、欲張らず下がろうかな。これ僕の予想、こっちね、広がってきてんじゃないかな。ほら。うまい。マジでうまい。結構まだ生きてんな。てか、だから増えてね。あと1分45秒守んないといけない。ああ、ナイス。よし。攻守交代。今度攻め側。多分攻め側の方が難しいんだろうな、これ。この人かな？この VIP を A か B に運べばいいんだよね。いいですね。敵の懐までだいぶ入ったと思う。この中にいるっぽいな。正面からは入れないだろうから、上に行ってるな。行くよ、上。ワンダン。まだいるはず。負けました。これ VIP 負けたってことか。VIP やられたってことよね。まあ、一旦手前までは張り付いた。あれか。OK、ワンダン。スモークあたか。スモーク、スモーク展開。スモーク。
ムーブ。いいよ。一人確認。よし。切り飛ばして。リロードしちゃおうか。クイックリロード。味方は、三人、VIP 除いて三人は生きてるか。やったと思う、あれ。やってない。やったか、やったか、あれ。OK、もう一人やり。やばい、これ VIP の周りに敵がめっちゃいる、これ多分。まずいまずいまずい。あとこれ敵何人生きてんだろう、それもわかんないのかな。カモンカモン。僕んとこ来て。弾薬確認？大丈夫。大丈夫。時間はある。時間はある。まだ？制圧中？クイックリロード？ナイス！面白いこのゲーム。あれ？こっちの方が面白いな。最初にやったルールより。うわー、これフルパでさ、ボイチャーつけたらマジ神ゲーだろうな。フレンド募集。これだから視聴者呼んでやろうかな。やったか？やった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 。なんだ？いるね、いるね。この中いる。まずい。リロードしないと。やばい、これ味方のやん。うわー、最悪。ナイス。ナイスじゃない。全然ナイスじゃねえよ。スモーク展開。ワンダウン。VIP、到着を待ちましょう。ナイス。よー、勝った。これで勝利か。14キル1です。もしかして。大無双でございました。ナイス。いや、めちゃくちゃ面白かったっす。はい、というわけで今回はインサージェンシーサンドストームやってまいりました。まあ、まだね、全然人いますし、改善悪くても問題ないんで、ぜひゲーパスで、にあるから、プレイしてみてください。お疲れ様でした。また何かやってほしい FPS とありましたら、リクエストコメントにお願いします。バイバイ。